声チェックします。はい、は、大丈夫ですか。大丈夫ですか。で3番サンチェ、サンチェさん、サンチェスマイク、サンチェが来てない。スイッチついてます。ついてないです。はい、サンチェスマイク、は、は、オッケー。マルチェック、これはい、戻します。あ、みんな大丈夫ですか。はい、割り振り大丈夫ですか。あ、じゃなくて声、うん、5、4、3、2、1、エビックだ。びっくりーレディオすごいね、今日動きづれ、これひぃ、やっぱりやっぱり忘れた。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。さあ、今週もこの時間がやってきました。皆さんお元気でしたか。元気です。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けする FM ギノワンのパンドラの箱、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒトミンとサンチェスと高見の4人でお送りいたします。はい、10月28日第56回放送のタイムシフトはこんな感じだよ。7時3分頃はフリー&テーマトーク。今週のテーマやばいです。やばいやばいよ、マジでやばいよ。今やばいくらいハマってるもの、人生の中で一番やばかった話など、あなたのやばいにまつわる話聞かせてください。7時22分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。下手くそか出川さんのモノマネ見えないんだよ。7時30分頃は私高見の妄想を皆さんに、お届けするモンモン妄想局と A びっくりラジオのマスコットキャラクターやっぱりラッパリがリスナーの質問にズバッとアドバイス、やっぱりラッパリ生態図鑑の2本立て、皆様からの質問などもどんどん募集しております。そして7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞などなど、最後までお楽しみに。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginowan.com avic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリッスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。それでは A びっくりラジオスタートです。すげえ、これ全然見えねえぞ。すげえぞこれ。途中出川のモノマネし始めました。いいじゃないですか。全然聞こえなかったけど、はい、ということで今週も始まりましたね。始まりましたよ。ハロウィンが近いってことで今日は、うん、なんと皆さん仮装してきたんです、うん、そうですね、ツイキャスご覧の方はもう画像化で見れると思うんですけど、見えますかね。ぜひぜひ、ラジオでお聞きの方もツイキャス参加して、コメントとかね、一緒にユンタク遊んでくれたらと思います、うん、お願いします。どうしますか、格好の、一応仮装のいじりします。これ一応しとこかツッコミどころ満載、もう僕はいつも4回目なんで同じ学校、もはや一覧何も言いませんけど若干変わってない。でも変わりましたね。本当だ、はい、だいぶストレスで抜け落ちたよね。しっかりと金髪、はい、もうカーネル・サンダースの銀髪を探しに行ったら、うん、もうハゲ親父しかなくて、うん、もうこれになりましたね。ハゲ散らかして妥協したな。本当にね、ふさふさだったのにね。そうそう、死ぬ前のカーネル・サンダースになりました。いや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 、こんな感じだわけ。こんな感じですね、うん、光沢のある、はい、安物の髪を、しょうもないですけど。ひとみは？私は今回はちょっとね、うん、一昨年から着てみたいと思ってた、おティンカーベルのコスプレをさせていただきました。いいね、後ろに羽が落ちてるのはなんで？あのね、こっち来る前に、はい、肩にかけるゴム部分が取れちゃって、致命的だな。そうなの。普通の人にはちょっと。だから普通にコスプレなんかね、ドレス着てる人みたいになってるけど。でも可愛いやし。うん。よかった、はい、これこの時にしか着れないから ね、 ね、うん、ね、ちょっと奮発して買いました。仮装してますけど初の服を着けるっていう、ちゃんとしたね、うん、服をスプレして。でサンチェスさん気になるんだけど、これ狼
まあいや、そこは術師でしょ、今日は。これ、やっぱりラッパレのいとこの、オオカミオオカミくん。オオカミオオカミ。そう、オオカミオオカミくん。ただのオオカミでしょ、だったら。ひねってないじゃん。何もいじってないから。何もいじってない。はい。ただこれつけたら、何も見えない。そうだよね。見えないし喋れない、うん。もうつける前提の設定までいっちゃいましたもん、もはや。もう、オオカミオオカミの設定はもう外しました。2分で外したね。もういいやって開きながら。すごいよね、口動くんだよね。口動くんですよ、これ。そうそう、何気にすごいことに、はいはい、やっぱりラッパリもこんな感じだったらいいけど ねそうですよ、うん、口がね動くように作って作りますぜひぜひ、うん、進化賞。そしてバラさん、そして本物登場ですね、今日は乳首男ここがそうです、はい、目玉親父ですね、声真似をなし何もなし。さっき練習したけど、はい、裏声がいまいち、一旦やってみてもらっていいですか。おい、はい、おい、誰聞いたろ、ひどいな、誰誰誰、やばい、今なんて言いました、やばい、おい、きたろって言ったよ、きたろ、あー、いいね、おい、きたろ、おい、いいね、バナさん、いっちゃってみっく、死に箱、箱、散ってる散ってる、どうしよう、散ってる、やばい、戻ってきてみんな、バナさんさ、これ、あの、かぶってるせいで、うん、声がいつもより、あ、届いてないですよね。大丈夫ですか。マジか、はい、okay、 ま、ちっちゃいぐらいが多分ちょうどいいかもしれないですね、バナさんの場合は。どういうことだなんだろう、みんな出落ちでもう疲れた、もう疲れたね、もう疲れてます、大丈夫、もう疲れたよはい、こんなそんなこんなで1週間経って、うん、あのみんなどうでした。まあ、1週間なんか変わったこととかあります。だからもう、うん、まあ、ちょっとハロウィンが近いっていう感じですけど、ね、あっという間にもう10月も終わって、終わりだよ、もう11月かって思いますけど、暑くないですか、うん、暑い、まだ暑いね、全然ね、うん、サマータイムだよ、ね、今世界のうちなち大会始まってますけど、始まったね、いっぱい来てますね、混んでましたね、1週間ぐらいあるんでしょ、これ水曜日から始まってますからね、あれね、行ったことないんですよね、私も、俺もないんだよ、うん、意外とさ、地元の人あれすごい、あのやっぱり結構感動するらしいですよ。あ、そうなの、やっぱりパレード、あの開会式と閉会式は参加した方がいいってみんな言いますね、行ってる方は。何をやるの、はい、何をするか、じゃあ俺本当に行ったことないから高見は行ったことあるの。いや、行ったことないです。ないんだ、行ったことない、誰もないやし、平日にやってるから開会式あんまりね、うん、なかなか行けないしね、あれで、なんか意外と地元の人行かないんだよね、なんか本土から帰ってこられた方とか、まあまあ移民ね、日系、何世でしたっけ、うんうん、日系の方とかが、ね、南米の方とかね、沖縄帰ってきたぜっつって、そうだね、沖縄だっつって、そうそうそうって感じでしょ。浅いなみんな浅い本当に浅い、出だしからこんなもんじゃん、まあ、沖縄県民、まあ、意外に広げようとしたからすごい今ちょっと焦ってますけど、まあ、盛り上がってますよ、盛り上がってますね。そんなこんなで今日は、はい、テーマやばいです。やばいやばいやばい、今日の状況がまずやばい、まずやばい、もう俺何も仮装してないからね、俺だからもう脱いじゃってるから ねもう置いてるからね、よくもうオオカミオオカミも飽きてるっていう、ね、ダメでしょ、全然見えないんだもん。コメントもいろいろ来てますよ。はい、来てますね、どうぞ。まあ、あ、もうコンティニューコインも入れていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ポッポー、ケンさんありがとうございます。ということで、あ、はっちゃんのほみさん、おー、ハロウィンと来てますね。ハロウィン、あと、うん、アラガマサイガーさん、はい、ヒトミンかわいい、ありがとうございます。ポッポポーっと、ジェネラルさん、ジェネラルさん、インチキ博士にしか見えない、俺のことかな。そうだね、インチキ博士ってわかります。まあ一応イメージは伝わる、有名なのかな。で、大塚健二さん、大塚健二さん、大塚健二ってフルネー ムあ、ティンカーベルだったんですか。筋肉少女隊、そうそう、ドレスアップしたのかと。ティンカーベル、なんだろうね、これティンカーベルじゃないよね。え、ウェンディ、妖精っぽいやつ、多分ウェンディではない、うん、ないね、あのティンカーベル、ちゃんとしたティンカーベルのコスプレもあったんですけど、うん、はいはい、あれかなり露出がもうそのままだから、ティンカーベル、いいさ別に、ピッタピタの、ピッタピタの1年生言いたくなるよねこれあれ俺は恥ずかしくて言わなかったけど、いやや、いや絶対やけどする、ピカピカだからね、ピタピタじゃないからね、ピチャピチャもあるよ、もう形が浮き出るぐらいの何それいいねいいねはい、はい、やばいねそれでも意外にいじらないで1時間終わりそうだけどこのまま1時間終わる、ポッチがあるぐらいでどういうメール来てますけど読みます。あ、そうそう、メール来てるんですよ。まずやばいのテーマについてメール来てるので、うん、ぜひぜひ、どうしよう、高見呼んでもらうかな。分かりました、久しぶりに。パーソナリティ、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。家は作れないけど大工です。
ありがとうございます。いいつかみですね、うん、いいね。今夜のテーマやばい、うん、やばいやばいと感じたこと、うん、お姉やニューハーフの友達が多い、いいね、女の幼馴染にあんたは絶対そっち系にモテると断言され続けています。あモテるそう、うん、いいねいいね、うん、そして以前にバーの常連のニューハーフさんが首周りの匂いフェチの方がいましてわやばいね、もうこれから来てるね。他の男性スタッフと共に匂いを嗅がせろということで嗅いでもらうと、はい、自分を指差しプロフェクト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 とすんごいいいやつで最高得点をいただきました。もちろん自分はノーマルですので少し乙女な目をし始めやばいと思いキッチンに逃げました。あの時のあの人の目の奥には、うん、カリウドの眼光が見えた気がします、うん、あーパーソナリティの男性陣の中で一番境遇が近い人は誰ですか。んでは時間までちばりよーってことですね。んではってではでも俺もう一回あるかもしれない。ありそうさんなんかクラブかなんか、うん、どっかのトイレで、うん、俺昔死に髪長かったわけ、うん、背中までロン毛で、はい、後ろ貫封しようと思ったら、うん、筋肉もりもりのその男の人が来て、うん、俺の髪を言ってあげてるわけ、うん、怖い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 俺がやるよっつって、はい、で俺もちょっとその瞬間、うん、ちょっと乙女チックな気持ちにはなった。えちょっとよ嘘っていうかそうそうそう髪伸びたらどうなんですか。直毛なんですか。いやもうあのなんてあれほら宿毛矯正みたいなやつあるさ、はいはい、あれでもバサーっとストレートにしてああしたんですね。で眉毛もなくて、うん、は誰マリリンマンソンみたいな。昔はねマリリンマンソンみたいな。でこの髪をこの筋肉ゴリゴリの男性に言ってもらってる瞬間をちょっと乙女心が出た、ね、2秒後にはハゴってなったけどキモってなったけど。えどうやって対応したんですかその後。要はなんかやってくれてるんですよね、まあ、2,3 秒こなしてあなんか英語で言ってるわけよ。俺が言ってあげるよへみたいな、はい、あいつ OK っつっていいよいいよ俺自分でできるわっつってでそこ逃げたんだけど、うん、その乙女心はちょっとわかる気がする。はあ。なんかね俺 そっちの人じゃないよ、じゃないんだけど、まあ、ちょっとわかる。やっぱりこう上から優しくされると、うん、優しくはってなる。すごい筋肉で優しくされたら、うん、ちょっとほってなる。いやってちょっとなるよね。うん俺ゲイじゃないからね。分かってよ。分かる。分かりますよ。勘違いしないでくださいよ。2秒はね全然あるんじゃないですか。うん、うん、一瞬なったね。でもなんかそういう人の方が、うん、結構女性心っていうかそういうのも分かってたりね、うん、するんですよね。なんかアドバイスとかも結構女性の方が叱られてるとかね、はいはいはい、アドバイス受けてるっていうのが多いらしいですよ、うん、そういうところで女性行くとね、まあね、あっちの方が女性らしくていろんな視点があるから的確だったりはしますけど、うん、そっか、うん、男性の気持ちも分かるからね、あっちはね、うん、どっちの気持ちっていうか、いいね、だって男ですからねもともと。じゃあバイセクシャルの人は両方分かるってこと。バイセクシャルの人って喋り方とか男なんですか。一応バイだから でしょじゃなんじゃないの。でもどっちもいけるっていうのは公言してるってことか。そうそうそう、うん、はぁはぁって付き合うのもどっちもいけるってことなんですか。どっちもいけるでしょ。肉体関係がどっちもいけるっていうことなんですか。でしょ、でしょ、そうなんじゃない。どっちもじゃん。そうなんじゃない。うわぁなんか初めてバイセクシャルを知ったみたいになってるけど。いやじゃなくて、うん、こやっぱりでもバイセクシャルも結構、ね、気持ち的にはうん男ってこと。でその人によるんじゃないですか、それは。お笑い芸人のなんとか超合金ってメイプル超合金の男の人もカズレーザーさんね、なんかそうそう、そっちって言います。そういう感じするね。バイって言ってましたね。でもやっぱ俺男性無理だな。あららがまサイガーさんからテーマヤバいについて来てます。コメントが何ですか。ありがとうます。ポポー、18時に仕事を終えて車で帰宅途中ですが、はい、那覇から浦添まで1時間かかってもまだ家に着かない。今日の渋滞はやばい。やば。そう、本当。言いましたけど、ね、うん、あれですよ。だからうちナンス大会だからです。そう、しかも絶対バスで。なんかあちこち工事してるから。うん、そうそうそう。今日特に工事多かった。だから近道が工事してて大渋滞してて、うん、はいはいはい、もう全然進まないんですよ。でやっとで大通り抜けても、うん、もうすごい渋滞具合がもう、あ、ね、だから事故とか本当気をつけてほしいですね、うん、気をつけてください、ね、皆さん気をつけてお帰りくださいね、うん、沖縄モンチッチさんからコメント。モンチッチさん、はい、かわいい。ありがとうございます。ほっほー、こんばんたい。こんばんたい。ハロウィンの夕方美浜仮装した人だらけでやばい。あ、そっか、美浜、やそっか、そうそうそう、そういうイベントもあるから混んでるんですね。いや、そうですよ、うん、そっか、ね、あ、もう今日あるのイベント。
金土日ありますよね、多分ね、うん、で普通の金曜日か、うん、今日金曜日です。普通の格好をしている私がなんかこそばゆくなる素敵なハロウィンもまたなー、うん、ありがとうございます。なんか今のハロウィンってコスプレパーティーみたいになってるさ、ね、日本はそうらしい、なんかちょっと俺それが納得できないですね、うん、あー、もともとはね、もともとはやっぱちゃんとこうちょっとそういうゾンビっていうかそういうちゃんと怖い格好をした、うん、ないといけないなんじゃない、お化け、うん、悪霊になりきるんでしょ、そう、うん、俺らこんな格好して言えますかあなたは言えない、いやみんな言えないですよ俺まだ言えるよ、ちょっとしてない、まず仮装してないっていう、まあ、日本のね、あのハロウィンパーティーはね、海外の方から結構さ聞いてる、あ、聞いてる聞いてる、ノリっていう、ノリっていうボケ、ね、ボケを突っ込ませる、今日の仮装ノリだよって、うん、そうだね、締めるわっていう意味があるから、あ、ノリね、そう、ノリです、黒いからね、黒い T シャツ着てるんで説明するという恥ずかしさもういいんです、もう進んでください、狼とノリかごめん進めそうそう、日本のハロウィンパーティーってさ、はい、結構海外の方からあの意外と人気らしいよ、うん、なんか向こうだとちゃんとしないと、うん、ね、あの、うん、やっぱ浮くけど、うん、日本って結構自由だから、そうそうそう、すごいこう、あの、うん、いろんなコスプレを楽しめる、しかも普通のコスプレじゃなくてちょっとね血のり使ったりとか、そうだ、ね、え、あっちも使ってません、ダメなんだ、外国のしゃっくりしたのかと思ったえ、じゃないけど、でここで曲の紹介いきましょうか、この流れやば時間に来ちゃいました、うん、時間きっちりやりましょう、うん、ということで今日は、まあ、今週からあれなんですよね、 MC 担当の人が曲を、うん、あの持ってくるということで、うん、はい、で今日は私、うん、リクエストの曲を持ってきました。何ですか、エゴラッピンで、うん、エゴラピいいですね、甘い影、いっちゃらい、まあ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 、まあ、エゴラッピン、よかった、あのすいません、やっぱりラッパリー持ってどれがお願いしてもいいですか、ここにある、あとこっちのあの水の中下ですね、水が大丈夫じゃん、今日いるから、ほら、いろいろコーナーがあるから、まずオオカミオオカミがいるから、オオカミオオカミはまず終わって5分で終わりました、オオカミオオカミめっちゃちぎれてる羽、そして下に落ちてるし、しかも今日ヘリウムガス忘れてる、じゃ今のうちにコメント見ましょうか、忘れてきた、呼びましょう、はっちゃんのホーミーさん、以前バイト先でおかま4人に囲まれて、お兄さんいい汗かいてるわね、素敵よって言われたことがあります。いやー、怖い怖い怖い、燃えるね、燃えるやばい、怖いっすね、うん、シグナスさん、皆さんこんばんは、ハッピーハロウィン、キトミンかわいい、放送終了までちばるよ、ありがとうございます。みんな何するんだろう、仮装、仮装、仮装、あららがまサイガーさん、オオカミが悲しそうに見える、まあ、ちゃんと見えてるからね、ケインさん、オオカミ、オオカミ、あー、紙の方ね、ペーパーの方がゴッドの方か、おっていうね、ラジオで伝わりにくいボケ、ゴッドにしましょう、ありがとうございます、ヘリウムガス、なんかヘリウムガス、だから写真に写して持って、買ったんだよ、あー、買ったけど忘れた、いろいろと、あー、予定詰め込みすぎてしょうがない、本当に相変わらずあれですね、うん、あの統一感はない、ないコスプレ、うん、そうだね、なんだろう、このちっちり具合やばいですよね、やばい、俺ノリだしね、はい、ノリ、狼とか、あ、一応今日コーナー、あ、ちょ、あ、あの、あって色分けてます、名前の方で色分けてるので、はい、こうやって色、こうやって、うん、ちょっとついてるのが、うん、ひとみさんが読むところ、マイクの音量を上げる、もう時間あったら設定読んでほしかったですけど、もうしょうがないですね、次エピック紹介か、飲みにくい、曲はちょっと紹介用の曲でもうすぐ行っちゃいます、はい、お送りしたのはエゴラッピンとかまた言う、あ、そうですね、うん、そうですね、そのまま行きましょう、でエゴラッピンってあの浜マイクの主題歌歌ってた、あ、そう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 、でしょうね、うん、あれしか知らないですよ俺も、どんな歌でしたっけ、なんとかかんとかハートビート、全然伝わらないです、あ、くちばしにチェリーか、あ、それ、うん、なんとかかんとかハートビート、それそれそれ同じこと歌ってるあれは好きだね、うん、この人いくつ、いくつだろう、ね、早いですね、ていうかまあちょっとあれですね、ツイキャスのためにちょっと喋りましょう、そうですね、喋りましょう、コメントちょこちょこ、あ、でも結構読んだな、
全部読めてます。全部読めちゃった。あ、読みましたね。読みました。やばい話、うん、あるけど放送で言えないんだよな。やばい話あるけど俺言ったらよ。そうそう、あるけど、あるけど俺む、あ、でももう終わりそうですよ曲ね。あと1分半も1分半あったら大丈夫じゃん。家で隠したエロ本の話でヤバい話がある。ちょうだいちょうだい、それちょうだい。これ男子はそれ欲しい、それ欲しい。男子はもう打ち当たり、もうすごい、まあ両親聞いてるから話したくないけど大丈夫大丈夫。いやもう大人だよ。ん、大丈夫だから喋りますけど。まあでもそれはもう後にしましょう、うん、絶対大丈夫、うん、もう大丈夫だって。だからね、おあと1分電池大丈夫ですか。電池、多分大丈夫。あら、エロ本ってどんなタイプ。漫画。その時は、いや、あ、漫画でしたね。漫画ウェイキングクラブだ。いや、何だったかな。いや、全然覚えてないですよ。フローレンス。いや、だから、あの、あれは全然覚えてない。覚えてない。あと30秒なんか歌は早いだよ。いや、でも結構5分4分ぐらいやったんですよ。やってる。20結構好きにしてますな。ハロウィンどうしよう。31日でしょ。あ、どうしよう。俺に聞いてます。うん。なんか準備してるんじゃないですか。私います。いや、準備はしたら始めます。お送りしたのはエゴラッピンで甘いかけでした。はい、続きましてスポンサー紹介のコーナーです。はい、今回も ABIC の紹介ですね。はい、ちょっと待って、バナさん曲は声入っています。ああ入ってますか。かなり遮られてる親父で、はい、埋もれてましたね、うん、親父にだいぶ、うんうん、はい、かなりくっついてしゃべろ、うん、はい、ABIC の紹介ですが、はい、今回のテーマがやばい話ということで、はい、ね、先週のうちならナンバーワン、はい、結構やばかったっす。何がですか。何がやばいかというと、うん、かなりギリギリまで編集してました。あら、うん、あ、うん、これは何かというと、はい、うちならナンバーワンを番組の途中でスポンサーの紹介というか、うん、コーナーがあるんですが、はい、まあ、ひとみんと一緒に撮影してきたあの、砂肝ジャーキーっていう、はいはいはい、うん、おつまみの、はいはい、インフォマでね、宣伝で公園でロケしてきて、はい、子供とお母さんたちと、はい、おじいちゃんたちと、はい、撮ってきたんですね、はいはい、うん、で、まあ、おじいちゃんたちが、お酒飲みながらしてのところにインタビューして、はい、ああ、はいはい、よかったねっつって後から編集して、はい、テレビ局に納品して、うん、後にテレビ局の方から公園で昼間からお酒飲むのはダメだよねみたいな、ダメですよって、ってことになって、まさかの、はいはい、それがね放送の3日ぐらい前かな。わお。でそこの部分が37秒ってことで、はい、その37秒埋めるために、うん、木曜日金曜日撮影、新たに撮影しに行って、編集して、うん、納品してきましたよ。37秒間。37秒、でかいっすね、うん、でかい。結構でかかった。だってね、それ撮るだけで、うん、結構前後するじゃないですか。そうそうそう、いろんな、はい、あのね、うん、全部直さないといけないから、うん、はい、これって CG でコーラとかにできなかったんですか。だからよな。どうにか飲むところだけを変えればなんとかコーラにいけるんじゃないですか。うん、だからね、うん、無理か。CG はさすがにね無理か、まあ、無理か、うん、37秒結構でかいからね、うん、意外にでかいよ、うん、秒って言うけど、うん、はいはい、映像の世界難しいんですよ本当にね。これ大変だったね本当に。うん、うん、20秒撮るために2日とかかかりますからね、 CM とかも。まあね、うん、そうなんだ。そうそうそう、かかるよ、かかるかかる、はあ、いや、お疲れ様でした。どうにか大丈夫だったんですか、うん、大丈夫だった、まあまあ、間に合った。で、ひとみん帰った体にして、うん、で、改めて居酒屋行って撮ってきた。ああ、うん、だからね、最初から居酒屋とかそういうところに行けばよかったんですよ ね、 ね、うんうんうん、ちょっとね、その、まあ、試食のロケの時はちょっとお疲れ気味だったの、タッカさんが、はい、暑さにやられて、うん、っていうのもあって早く終わらしたいみたいな感じになっちゃってましたね、うんうん、そうだね、うん、というわけで本当に汗と涙の結晶のうちのナンバーワン、うん、はい、明日の、11時
15分から放送です。はい、スマイルスマイル騎士もその前に放送されますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ見てください。はい、では、CM の後もまだまだトークテーマトークも続きますので、うん、はいはい、ぜひぜひメール送ってください。送ってください。はい、メールアドレスは avic@fmgino1.com、avic@fmgino1 までお願いします。お願いします。オッケー。じゃあ、あれだな。どれだな。コメント来てます。何ですか。大塚健二さん、お題やばいです。今メルカリにハマってます。ああ、エントリーして3日に1度発送してる感じですって。これすごいんですか。ああすごいね。結構すごい方。そうそう、発送する方なんだね。だ、売れてるってことでしょ。売れてる方です。売れるんですよね、あれ。へえ、うん、そうそう。しかもメルカリあってっていうサイトもあって、うん、沖縄県内で直接手渡しできるんですよ。手数料も無料で、そっちもおすすめです。手渡しでも。は、何それ。俺分からんけど。そう、会いたくないの。あるの、メルカリの。なんか多分高校の空のところに出てる新しいやつなんだ。うん、へえ、いいなこれね。え、上等だよ。俺は今日売れたよ、メルカリ。ジングルからいきます。5、4、3。はい、FM ギノワンから生放送しております。エイビックのエイビックリラジオ、はい、フリートーク後半戦です。テーマやばい。やばい。もうやばいってね。やばいのはいっぱいありますよ。はい、じゃあ俺喋りますか。はい。なんかあれなんで。ぜひぜひ。なんかあれなんで。俺家が久米島なんですよ。はい。久米島でやっぱり青春時代というかこの思春期の時って、うん、やっぱり男にとって。うん、エロ本ってすごい大事っていうか重要があるんです。宝だね。重要がある。もう野球部で1個のロッカーに、もう要は専用のあれがあるんですよ。はい、漫画とか雑誌とかを要はエロ本だけの、うん、要は隠れミノっていうかね。うん、隠れミノ。隠れミノにしてるぐらい。隠れミノ。隠れミノって言わないか。なんか使い方違うな。違うと思いますけど、もう隠してる場所があるぐらい。はいはい、でもう日替わりで要はもあの借りたり、うん、こう回したりしてたんですけど、うん、ただ僕家が久米島 で、はい、でまず隠す場所、家もあの部屋がないんで、自分の部屋が、うん、あー、それはつらいな。一人だけの部屋がないと痛い痛い。机とかも、兄弟3人で、うん、3人兄弟なんですけど、で1つ、うん、痛いな、それ何もできんやし。でみんなあの川の字になって寝てたんですよ、はい、寝る時もみんな1つ、だからもうないんですよ、プライベートが、うん、で強いて言うなら、はい、お風呂場しかないんですよ。お風呂場夏いな。トイレかお風呂場。はいはい。ただトイレはまあほぼね、まあ無理、見る時間がないとかね。はい、ただ自分の家は外にあるんですよ、トイレと、うん、あの、あ、そうなんだ、お風呂場が。あ、久米島はこんななんでしょ。自分の家が、ね、久米島はこんななんです。久米島、ひどいね、この偏見はなし。久米島は外に風呂とトイレがあると。ここで広げたくない。知らさないで。ちょうだいちょうだい。で、うん、ただ隠すところがなくて、はい、でお風呂場にちょっと窓があるんですよ。で窓外開けたらちょっと隠せる場所があるんですよ。隙間があるわけね。隙間があるんですよ、うん、あの外側に、うん、ただもうそこしかないと、もう俺見たいがためにそこに隠したんですよ。他にあるでしょ。そう、その時でもそこしかないって頭に。あ、ただその時に気づいたのが、夜しか、だから夜のお風呂入る時に見てたんですけど、はい、昼間、はい、外から丸見えなんですよ、雑誌が。やば、隠してる。へこみに言ったけど、そのへこみが外から丸見え。俺気づかなかったんですよ、はいはい、表紙がね、多分表紙がね。俺のところ家、道に囲まれてるんですよ、家が周り。だから何にも隠すところがなくて、そのところだけちゃんと木もない生えてないんですよ。なんかあるだろ、他に。だからもうそこ通ったらお風呂場見えるんですよ、外から。でそこにエロ本、うん、あるからもう表拍子だったり裏拍子だったり、はいはい、見えてるんですよ、はいはい、広告みたいになってる。そうそう、でポスターみたいな。 それを初めて気づいて隠して2日ぐらい目くらいかな、うん、はい、もうお風呂場行って、よし風呂入るときに見ようかなと思ったら、へこみにないんですよ。は雑誌が、あら、忽然と、やばくないですか。あららら、どうしたって、うん、やばと思って、うん、もうその日眠れないわけですよ。どうしようって、はいはい、なるよね。そうそう、うん、そしたらもうある日ね、うん、こう普通に、うん、
こういろんなものをほうきとか置いてるところに、はい、綺麗にこうポンって置いてあるんですよ。ポンって。そしたらおばあちゃんが来て、はい、あんたこんなの見てるのって言ってはずそう痛い痛い置いてあるよって俺に話しかけてきて、はいはい、そうそうそう、そこで気づいてこれはかなり恥ずかしい。え、でもお母さんよりは良かったんじゃない。いや、もうバレてます。だから結局もうバレてます。そっか、これなんねんって聞いてる絶対、はいはい、でもうちの父親と母親は、うん、そういうのを要は映画とか、はいはい、そういうシーンが出ても、うん、要は目をそらすというか何も言わない親か、お母さんなんですよ。あ、言わないんだ。え、ね、だからもうお堅くて何にも言わない、うんうん、だからもう見て見ぬふりをする。お堅いわ。逆に恥ずかしいんですよ、こっちが言わない、言われてないけど、要はけど、ね、変な圧があるじゃないですか。バレる、はいはい、バレてる、こんなの見てるんだって思われてる、うん、だと思うんですけど、うん、あの時のヤバさはもう超えれないですよ。超えれないね、恥ずかしさ。結構硬かったんだね。ね、俺だからはず堂々と、もうだからね、一緒の部屋だし、うん、本立てに並べてね、置くと隠す場所もないし、はい、しょうがなかったんですけど、まあ俺はその時全然気づかないんですけどね、へこみに入れて見えるっていうことに。俺夜さえ、夜はほら真っ暗だから、もうその時はそれぐらいの知恵しかないから。なんで風呂で見ようと思えばエロ本を。いや、なんか風呂入ってるちょっとだから長くね、お風呂時間長くしてトイレ長いできないもんね、トイレだと。そうそうそう、お風呂入ってるけどちょっとだから何回か、はいはい、うん、反対、早くお風呂出なさいっていう一声はありますよね。何回かね。あ、まあ、お風呂でついでに行けるしね。そうそうそう、そうそうそう、何、証拠隠滅できるっていうね、そのままね、はい、大変だね。それがあって今がありますね。俺は落ち着いたんだ。まあ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 、形成されてると言っても過言ではない。よかった。じゃあ割った家だいぶ柔らかかったはず。うん、まあ、そういうシーンがテレビで流れるさ、うん、そしたら弟に呼ばれて、うん、ひろき見てごらんなさいと。ここをもっと攻めた方がいいと。そんな感じなんだ。もしあなたもその彼女ができたら、ここを噛みなさいと。ここを噛んだら喜ぶんだと。やばい、これそんな父ちゃん。具体的に。 ありがとう父ちゃんって。ちなみにどこですか。誰どこ噛むんですか。なんて言えばいいんだろう。言えるかなこれ。言えないでしょ。言えないな。言うな。勇気本当は言いたい。あそこの、あの、やめよう。やめよう、やめよう。あっちあっち。やばい。あ、言えない、言えない。やばい。言えないな。やばいだね。言えないな。いやー。まあ、エロンはね、うん、思春期の時は、でもすごいですね、出回ってるよね。うん。うん、でもここで広げようとしちゃったよ俺今。でもちょっと広げようとしたけど。でも何何？時間があれなんでね。うん、ちょっともうあの。でコメント来てるんでそれ拾いましょうか。そうですね。これ。チャクラない AKB ファンさん。あ、チャクラ。チャラないだ。チャラく。おいおい。チャラくない、ごめんなさい。サトリチャラくないですね。どうしたチャラくない AKB ファンさんになっちゃってるね今度。皆さんこんばん、ひとみん。こんばんひとみん。はい。おひとみん。南国の島妖精ひとみんだ。はい、どうもー。すごいね、全然いじってもらえないね。いいはず。ほんと高見4回目なのに。だから4回目にしたら誰もいじゃうんでしょ、もはや。いじってほしいけど、うん、ケンさん、チャクラないって、ね、恥ずかしいね。うん、チャクラないってなんかいいね。アッチーさん、うん、アッチーさんこんばんは。やばい話は、小さい頃に、うん、溝が落ちて堀堀です、ね、あ堀堀が落ちて溝が落ちてくるんだ。あ、ごめん、ちょっと見えなくて、まあ、ちない見えなくて、ね、あ、塀が落ちてだ。塀が落ちて腰のあたり、まあどっちもいいですよ。せきれて骨が見える状態で、背が切れたんだね、うん、家まで歩いてタクシーで即病院で縫われました。やばいね、それ痛い痛い痛い、リアルにやばい、びっくりするね。しかもちっちゃい時って、結構そういうあの大きいもんね、塀が落ちてくるって。そうそうそう、塀が落ちてくる、大変だ。あ、その下は大塚健二さん、俺のやばい話恥ずかしい。なんで喋ったんだろう、身を削って。意味あった？ビクイラジオらしいんじゃないですか。キツツキ博士か、何ですか、キツツキ博士。キツツキ博士って何。何それ。あのラジオで、あのバナーさんギャグしても伝わらないです。あ、なんかこうしてもなんかいろいろしてました。ああ、そうだったんだ。喋らないと。あのなんかフェイスブックでやってるから全然見えなかった。私たちから。あ、そういうこと。そういうこと。あ、じゃあこんなところで、はい、あのそろそろ CM に行きましょうか。はい、はい、ブレイクタイムです。じゃあ CM の後、あの高見の月1コーナーです。出た、皆さん心の準備を。出た、お楽しみに。緊張します。さあ来た。え、やっぱりやっぱりってあります。足元にいるよ。ああ、ありがとうございます。
じゃあ皆さんぜひツイキャスに参加してみてください。ああすいません、じゃあ、はい、台本お願いします。シナリオのところですよ、読むところ、うん、怖っこれ。どんなキャラで言ったらいいですか。あ、これはこれに書いてるんですけど、ちょっと気の強い女の子みたいな感じで。年齢的には年齢的には同い年ぐらい、20代後半ぐらいで、はい、最後バナさん、最後のふざけんなエコーできます。オーケー。これどっから喋るの。基本シナリオのところから。シナリオのところから喋ります。最初のやつは基本設定は別にもう時間があったらみたいな。5、4、3ジングルから。妄想が巷にあふれかえっている昨今、皆様の妄想を一緒に叶えてみませんか。もんもん妄想曲スタートです。私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現するコーナーのってこっとっぱっぱっぱおい私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現するコーナーとなっております。そして今日も一緒にこのコーナーを盛り上げていただく妄想アクター、いわゆるモーターの皆様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早そうだな本日もよろしくお願いいたします。皆さん最近妄想してますか。毎日しとるだよ。おいひとみんは。うん、してるよ。ほんとかわい。バナさんはもんもんしてます。はいはい。あら、いつものように私の紹介が遅れてしまいました。やっぱり日本人なら卵かけご飯には妄想がないとダメだね。もうソイソース高見と申しますこのコーナーでは最近現実的な妄想って本当にないんですね。高見さん、あなたの頭の中はどうなってなってるんだったった？おい、大丈夫かおい。などなど、さまざまな妄想リスナー、略してモスラーから、モーターじゃない？これ俺たちか。はい。私に対し失望のメッセージが数多く届いております。本当に申し訳ありませんでした。改めて私の妄想を振り返ってみると。カブトムシやツナ缶、乳牛が主人公、誰も感情移入ができなかったと思います今回は某テレビ局の月9のような、こんなことがあったら夜も眠れないや、そんな妄想を今日はお届けしたいと思います。それではスタート。長いな前振り。冬に近づき、そろそろ冬眠に向けて準備をするリスたち。その中で両手で前歯を押さえながら穴の中に入っていくあるリスがいた。リスミー、助けてくれよ。ちょっと静かにして、周りの患者さんたちに迷惑じゃない。そんなことわかってるよ。ちょっと聞いてくれよ。昨日チョコレートだって思って食べたらどんぐりでさ、右の前歯折っちゃったんだよ。ただの自業自得じゃない。ほら、ここにある問診票を書きながらここで待ってて。痛くて待ってられないよ。別の病院で見てもらったけど、前歯が全然フィットしないんだよ。このままじゃご飯が食べられないよ。病院で見てもらったんだったら痛いはずがないじゃない。ちょっと口を開けてみて。え、なにこれ。あ、リスミン、そんな乱暴に口を開けないでくれよ。びっくりして、ちょっと漏れちゃったよ。普通は銀歯のはずなのに、松ぼっくりが代わりに無理やり刺さっているわそれじゃ銀歯じゃなくて茶葉だね、なんちゃって。こんな忙しい時にしょうもないこと言わないでよ。前髪を両方、前歯を両方とも松ぼっくりにして永遠に冬眠でもすれば。ほら、先にやってあげるからこっちに来て。治療してもらい、待合室で待っているリスチェス。そこに仕事を終えたリスミンが近づいてくる。もう大丈夫？痛くない？リスミンがちゃんと直してくれたから全然痛くないよ。そう。で、その前歯は誰にやってもらったの？ヤブリスにでも頼んだ？黙っててもわからないじゃない。嘘をついても私にはすぐわかるわよ。
ごめんよ。ごめんって、なんで謝るの？自分でやったんだ。自分で？冬眠の準備をしなきゃいけないこの時期に迷子を抜くなんて、自分がどうなってるか分かってるでしょ？ふん、それは分かってるよ。じゃあどうしてそんなことを？リスチェスは汚れたカバンの中を探り、小さな箱をリスミンに渡した。リスミン、開けてみて。これ指輪じゃない。こんな高価なものどうしたの？いつも何にも買ってあげられなくてずっと申し訳ないって思ってた。だからその、まさかそのために毎晩を？リスミン、ずっと前から言おうと思ってた。結婚してくれ。リスミンが作った銀歯のように俺を支えてほしい。もちろんよ。私がいないとあなたはダメなんだから。それにしても前歯を抜いた時は本当に痛かったよ。こんなことをするのはリスチェスだけよ。リスにとって前歯がないことは命に関わることなんだからね。右の前歯は婚約指輪にしたから、次は左の前歯を結婚指輪にしようかな。なんちゃって。ふざけんな。リスミンの右ストレートを食らってしまい失神するリスチェス。その衝撃で宙に舞う白と銀の前歯。冬に向けて二人の冬眠の準備はあまりにもリスキーなのであった。はあ、私もリスミンの右ストレートを受けて失神したいと思いましたね。はい、どうした皆さん。いや、リスキーが言いたいだけだろ。だからよ。そうですね。まあ、もはや、うん、17回目ですよ。自分が書いた台本、一番長かったんじゃないか。今回長いな。今回長いですね。だって、いつもはね、2枚ぐらいなんだけど、うん、今日3枚。いや、4枚です、ね、4枚いってる。結構ペラペラしたよ。結構ペラペラしたんですよ。ペラペラした。そうなんですよ。ちょっとドキドキした。今今日渡す、見て渡すって、初めて読んだから、うん、ちょっとドキドキした。ひとみ大丈夫だったか？ん、ごめんね。前髪とか言ってたけど。前髪とか言ってた。いきなり前髪が出てきたね。うん、なんだろう、俺がしっかりしたらもっと良かったんじゃないっていうね、最初から。危ない。全部伝染してるな、これな、うん。ちょっとね、あれでしたけど。と、うん、いうことで、皆様いかがだったでしょうか。うん、モンモン妄想局では今回のようなどこにでもある妄想を募集しております。あるかや。メールアドレスは avic@fmgino.com までよろしくお願いいたします。うん、以上、モンモン妄想局のコーナーでした。そして今日は2本立てでお送りいたします。怖い怖い怖い。ということで、月1コーナー、もう一つサンチェスお願いいたします。はい。うん、呪われた刀を使う侍に切られ、生首になってしまったウサギ人。侍たちと旅を続けながら生首となって生き続け、現在私たちパーソナリティと一緒に行動するやっぱりラッパリが、リスナーからの質問にズバッとアドバイス。そのやり取りを聞きながらやっぱりラッパリの生態を解き明かしていくコーナーです。コーナー中にもツイキャスやメールで質問を募集していますので、よろしくお願いします。それでは呼んでみましょう、やっぱりラッパリさん。こんばんは、やっぱりラッパリです。元気でしたか？とうとう僕のコーナーやっぱりラッパリの生態図鑑始まりました。手探りだけど大丈夫か？ね、本日で2回目になってます。そうだね、迷ったっけ。先週ってか1ヶ月前ぐらいにやったけど、どうだったかな。反響はい、何と言ったか。反響ないな。誰も会話してくれないですね。絡みも、もはや。ということで、僕やっぱりラッパリが皆さんの質問に答えていきたいと思います。はい。ということで、サンチェスさん、メール来てますか？来てますよ、メール、はい、読みます。はい。ラジオネーム、読めないな漢字が。片栗粉まみれさん。両隣がね両隣が片栗粉まみれさん、ありがとう。俺鱗って呼んでしまった。ダメですね。ラッパリさん、こんばんは。こんばんは。私は人一倍正義感が強く、いじめなどを目撃するとどうしても許せなくて助けに行きます。ただ私は体が小さいこともあっていつも負けてしまうんです。
どうしたらラッパリさんのように強くなれますか、教えてくださいとのことです。いやー、とうとうこんなメールまで来ちゃったなんてびっくりですね。皆さん、そういう時は助けますか。一応声はかけるの、うん、大丈夫って、うん、一応巻き込まれたくないから一応大丈夫って言うよ。そうですね、バナさんとかはどうですか。そうだね、俺も声かけて、気にはする一応。気にはする。声かけるけど気にはするんですね。意味がわからないけど。そうですね、うん、まず教える前に正義感が人一番強いなら片栗粉まみれの両隣をまず助けてやんな。矛盾してるだろこのラジオネーム。私も人一番正義感が強くてね、だんだん生首ながら主に口喧嘩、まあ主に趣味線に持ち込むね。おぎやはぎさんじゃないや、おすぎやピーコで勉強した独立で頑張るかな。やっぱりどうしたお前何をバラバラ喋ってんだおい。僕ね、だから喧嘩とかね、かあの生首だからね、ちょっと両腕とかないからね、うん、まあ、心理戦に持ち込むね。ひたすらひたすら大体独立ですね。リコーダーリコーダー。そうですね、最近はカノイコで注目浴びた加藤サリさんを参考にしてます。参考にするとちょっと違うと思うけどな、ね、大炎上させてますね、だからいじめ見たら。まあ最初の頃はね、長い舌で攻撃したことがあったけど、うん、相手がね、唾液まみれになるわけで、逆にボコボコにされて血まみれになっちゃったんだよね。まあ、いつも生首だから最初から血まみれだったけどね。どっちみち垂れ流しでしょ。そうですね、なんかすごいシーンとしてるね。ほんと怖いんだけど。そうなんだ、聞き入ってるんだよ。そうなの。そう、聞き入ってんだよ。そうなんだ、何を言うのか待ってんだよ。そうそうそう、どんな子なんだろう。薬ともしないからこんなに怖い子なんだね。待ってる、クスクスしてる。ということで、解決方法は舌で攻撃しても唾液まみれになるだけだし、最終的にその唾液が臭くなって相手のボルテージを大きくするだけだから、歯磨きだけは毎日にしっかりやりな。いや、これ答えなんて。ラッパリ口臭いからね。どうしたら強くなれますかだよ、うん、じゃあ次行こうか。ラジオネーム、見た目が稲中卓球部さん、ありがとう。ラッパリさん、アニョハセヨ。アニョハセヨ。私は韓国から日本に来てまだ1ヶ月しか経ってないのですが、なかなか馴染めていません。それかわいそう。特に日本の方と仲良くするコツなどあれば教えてください。韓国の人だ。そうね、とうとうワールドワイドなコーナーになったの2回目にして。なるかや、なるかや。誰だろうね。習うわ。うん、私も生首だし、切り口から血がはみ出てるからね、第一印象が最悪なんだよね。サンチェスさんもそうだったよね、私見た時ね。そうだったかな。びっくりしなかった。びっくりしたけど、俺が見た時は体あったから。あった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 から。俺なんで切られたの。まあ、あの食料を求めて旅してる侍に、はいはい、まあ、切られちゃってたでしょ。そうですね、そこ見てたの。そこ見てたよ。助けてよ。助けんわ、言ったさ、巻き込まれたくないって。ああ、なんかもう時代がめちゃくちゃだけど。ありがとうね。まあね、やっぱり相手の緊張をほぐすことが大事だと思ってるから、はい、しっかりとコミュニケーションを取るようにした方がいいかな。普通のこと言ったな。まあね、共同作業が一番距離感縮まるよね。何やるばじゃん、ね、よく使う手法がアイコンタクトだね。アイコンタクト、体がないからね。そう、私ね、確かに結構目が悪いからコンタクトしてるんだけどね。どんな人入れてるばよ。だから、ま、眼球が飛び出してるからコンタクトがつけづらいから、その人に手伝ってもらうんですよ。眼球飛び出してたらつきやすいんじゃない。つきやすいでしょ。だから成功すれば、うん、距離も近づくし、まあ、相手の距離も近づくってことで一石二鳥なんだよね。でもね、ほとんどの人がうまくいけないから、てめえ下手くそなんだよ、今度のこと返すって言いながら奪い取って長い人は自分でつけるんだけどね。もうつけようところにはあまりの異様な光景に相手は逃げ出してるけどね。ということで、解決方法はコンタクトを長時間つけると失明する恐れがあるので、用法用量を守って正しくコンタクトを使ってね。容量って1個しか使うんでしょ。1日2つでしょ。
ね、こんな感じのコーナーに怖い怖いこれからラッパリさん滑舌よくしようねな滑舌いいけど、うん、よくはないだろこのコーナーの空気が耐えられない耐えられないこんな空気なるなったねラッパリさん沈黙が苦手なんだ巻き舌巻き舌で言ったら、うん、本当に怖いねもっと和気あいあいになるかと思ったらみんながね、うん、聞くっていういやだってねこれラッパリさんがこう喋、ね、ってる方が面白い普段あんまり聞けないから、うんうん、あーってなんか質問ありますか今のお前誰かお前今誰だよおいあらコメント来てますよサウロ兄さんからもでも面白いよって、うん、あとケインさんからも W 草がいっぱい入ってますね、うんうんなんだろうこの乾いた感想すごい慰めの言葉をいただきました ねよかったねどっちの感想もかかってるんだよ今のコメントも感想して目も感想してねでこれからステッカーとか作るんでしょそうだよねそうらしいねそうラッパリのステッカーとかねそうね、うん、まあ私メスだからねほんの全裸の時の姿を見たってことよねサンチェスさんねそうだね生首取られる時に、ね、トゥルントゥルンだったねあらまあ体は毛がないからね綺麗だった綺麗だったねありがとうねあのもうこのコーナー今日で終わりかもね諦めんなこの空気ほんとやってらんない諦めるなって後先よろしくサンチェスお前なんで丸投げした今あと全部丸投げしたな怖っ、ね、ラッパーについてなんか聞きたいこととかあったら あるんじゃないさっきの紙にあれあるんだよね続きほらこっちこっちもう一枚どこよどこよこれ下下これはいまあこのコーナーではね質問を募集してるんですが、うん、いつものメールアドレス avic@fmgino1.com avic@fmgino1.com 気が向いたらこのコーナーに質問を送ってあげてください、うん、以上やっぱりラッパリの生態図鑑のコーナーでした絶対エンディング出ねえからやばい。こっちのセリフだわ。あと10分早く終わらないかな。もう間が苦手すぎるっていうところがまたギャップだったね。ラッパリさん。はい、FM ギノワンからお送りしてきましたエビクリラッシュエンディングの時間が来てしまいました、はい。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクションエビック。片アク解体に小さな革命。解体リングの株式会社条件以上各社の提供でお送りしました。はい、今回からですね、放送中にメッセージを送ってくれたリスナーさんから、一番面白かった方に送るびっくり賞というのを用意してるんですけど、はい、今週のびっくり賞チャラくない AKB ファンさんチャクらないチャクらないチャクらない合わせっていうのチャクらないですチャクらない合わせで悟りを開いたということでAKB ファンさんに送ろうと思います。今回は初回なので特に何の準備もしてないないなんもないんかいだからねステッカーとかあげれるようになりたいよね、そうだね、うん、一応ねそのおめでとうございます、うん、なのでおめでとうございます。また他の皆さんもあのメッセージどんどん送ってください。そうね、今週からこういうのも取り入れていて、ね、はい、うん、はい、で今週の視聴者プレゼントなんですが、ビデオダビングの ABIC から、はい、ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします。ご希望の方は先ほどの avic@fmginoan.com まで、お名前ご住所プレゼント希望と書いて送ってください。はい、そして次回のテーマのお時間です。読んでいいのかなこれ。やっぱりラッパリさんこんばんは。テンションが低いやっぱりラッパリです。低いな。さっそく引いてあげるか。ほんとに帰りたい。早く行け。はい、人参引きます。ああ、また黒い人参やし、おい。はい、黒しか入ってないだろ、おい。はい、そうですね。まあ黒い人参が出たということは来週のテーマ、いたずらです。いたずらね。いたずらにまつわる話を送ってください、はい、うん、っていうことでいい。やっぱりそうですね。もうはちゃめちゃにされたい。もう帰ろうか。もう帰ろうか。お疲れ。はい、ということで、うん、いたずらですね。来週のテーマ、いたずら。いたずらにまつわる話を送ってください、うん。あんな人にこんないたずらした。こんな子にこんないたずらした。うん、そんないたずらの話、お待ちしております。うん、だってことは、そうだね。あ、ごめん。大丈夫、大丈夫だよ。うん、再来週は、ラから始まるテーマになりますね。ラ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 だ、ラ。いたずらのラ。うん、ラ何がある
じゃあ、いや、まあ、だからぜひコメントでね、あのツイキャスとかメールでぜひ送ってほしいですね。あ、そうだね。なんかこんなの聞いてみたいとか送りたいとかあったら。どうする、ラッパリ来たら。だからよ。丸一回全部ラッパリだよ。ラッパリ来ても俺いいですよ。いいですよ。ただあの空気は嫌だ。あの空気怖くないですか。俺たちも手探りなんだよ。わかります。そうなんだよ。どこまで入っていいか分かんなかったから。ね、そうね。この辺もまた。まあチャレンジだからね。うん。まあね。うん、まあまあそうでしょ。ちょっとね時間あれですけど、うん、ね、さっきちょっとシグナスさんメール来てるんですけど、はい、読みましょうか。ちょっと読めるかな。読もう読もう。読みますか、うん、はい。このテーマやばいということで、以前クリーニングの配達をしていた頃、配達先から工場に戻ってきて、トランクを開けて汚れ物をカートに入れようとした時、トランクが全開に開いてないと分からず角に頭をぶつけてしまい、後頭部あたりから出血し、タオルで後頭部を押さえつけたんですが、なかなか止まらなかったため、バイクで南部医療センターまで押さえながら行って、部分治療で切れた箇所を縫いました。痛そう。痛い、さすがにあの時はやばかったです。シグナスよりということで。シグナスさん。シグナスより。ありがとうございます。痛いよ。痛い話終わりだ。痛いよ。痛い痛い痛い。まあ、最後に痛い話で終わっちゃったな。シグナスさん、狙ったこれ。俺は心折れました。大丈夫大丈夫、もうやりきった、うん、今から南部医療センター行きますね。心の薬くださいと治してくれそう、確かに。はい、ということで、今日この後はアニマーニキのクールジャパンオキラです。周波数そのままで引き続き FM ギノワをお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。 Say goodbye。 ありがとうございました。ありがとうございました。ラッパリのコーナー盛り上げていくか。ね、良さそうだけど。打ち切りです。俺は打ち切りで、どっちも打ち切りでいいな。そうなんだ。心折れた今日。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.